皆様おはようございます。グロイン基準価格の変動要因を解説します。グロイン毎月分配型の12月21日の基準価格は2547円でした。前日比プラス 0.2%、 4円の上昇となりました。グロインの基準価格は前日のルクセンブルグの16時、ニューヨークの10時の時間に基づいて計算されています。続いて、為替と株式別の変動要因です。基準価格の変動のうち、為替要因がプラス6円、株式要因がマイナス2円でした。18日の株式市場は欧米ともに下落しました。米国では景気対策交渉の不透明感から、S&P500 株価指数はマイナス 0.35% の下落となりました。一方、米国の広域株指数はマイナス 0.87% の下落となりました。為替は株安と景気対策交渉への不透明感による投資需要からドル高となり、プラス要因となりました。以上です。